はい、どうも、スキルっす。マリオカートデラックスやってきたと思います。なんじゃこれ、これね。99,999、二人本当、今回、村人使ってみようと思ってね。はい。集まれ動物森とか流行ってますから。ちょっと、村人行こうかなと思って。この人の特性分からへんのな。重量級なんか何級かなんか分かんないですけどね。多分中級やと思う。しずえさんみたいなもんやろ。99,000、二人はちょっとおかしいやろ。さあ、この人強いんかな。あー、すごいすごい。なんか、あれやな。この、なんていうんかな。あれが気になるな、めちゃめちゃ、その、頭の出っ張りが気になるわ、めちゃめちゃ。すげえプルンプルンしてる。さミラーやな、サンシャイン空港の。プルンプルンしすぎて、ね、しずえさんはあんまプルプルせえへんからね。プルンプルンしすぎて、なんかめっちゃ気になんねんけど。あ、でも楽しそうやね、走ってんな。うん。表情はいいと思います。さあ、あいつ先行させるか。どうなるの、うん、しずえさんより早いんかな、どうなんすかね。まあまあ。体感しながらバックミラーゆっくり使っていこうかなと思います。あの顔がいいからね。ほらよいしょ、間違えて使っちゃったやんけ。ダート突っ込んだ、間違えて。あ、ターボ使いやすいかも。うん、いい感じにいけそう。バタデンデンがやっぱり強いな。キャラ関係なしに立ち回れるからね。おい、さあ99,000、2人にちょっと勝ちたいな。あいつら何者なんや、一体。2人やったもんな。なんなんあれ、コピーか。一体なんやねん。わけわからなかったな。よいしょ。さあ、まだ何引っかかっていくと。よいしょ。まあ、それしゃあない。よいしょ、どけ。しょうもないバナナ当たっちゃったからな。あ、危ねえ、見通す中。あそこでアイテム交換してくるとはな。やるじゃねえか。さあ、雷落とさん。落としサンダー入っていったと。まあ、しゃあない、これは。モロを直撃したな。モロ差し食らった形。さあ、青ゴラ行ったね。だから引いてくなって。人がコイン取ってるところをよ。まあいいや、赤さん持ってたからちょうどよ、引いててくれ。ちょうどドンキ赤さんやったから。もうだから何それ、ここに来て一気にあれやな、展開が一気に変わったな。ガラッと一変、前が潰れたよ、ガラッと。なんかそんな離れてへんしな、まだワンチャンあるよ。よいしょ、ダブル相手バックスいきましょうか。うわー、これ絶対取られるやん。ダブル取る気満々やったもんな、顔が。もうさあ、パックンで潰し合いを行っていく。これはちょっと後方差し切りから3着副賞圏内ギリギリ狙いたいけどな。よいしょ、これインコースで。よいしょ、よしよしよし。さあ4位、赤持ってるやつおるんで、早打ってくれ、早打ってくれ、早打ってくれ。あえて外回しとくからよ。よいしょ、よいしょ、どうだ。うわー、ギリギリ副賞圏内入れんかった。ごめんなさい、副賞買ってる方にはちょっと申し訳ない競馬になってしまいましたが。あれ99,000の人は何あれ、わざと負けてんのか。3、2、1、ザコー。さあミュートシティですね。さあまずはコインをガリッと取っていこうか。よし、コイン10枚いきましょう。さあコースへ戻っていきましょうか。さあ6位といったところ、ここはしっかりとアイテムバックスを取っていく。棒とバーの間ね、発音は。うん、ボックスでもなくバックスでもない、バックス。よいしょ、ダブル棒とバーも当ててくださいね。相手バックスの発音は、相手バックス、相手バックス。さあ行きましょう。でここなんですけど、危ないですからね。さあダブルアイテムはシングル、まあシングルね、ダブルをシングルで取っていくという形ですかね。まあキノコ強い。さあこのボム兵をどこで使用していこうかなとか思っちゃったりするんですが、まあまあまあ別に何の用もないかなって言ったところやな。特にゲーム動かす必要ないかなと。まあ別にいらんから捨てておきましょう。ドカーン。ただの迷惑行為っていうね。ただの迷惑行為。ちょっとしずえさんよりね、重量感あるわ、この人。ちょっと重量感感じるかなと思います。しずえさんよりね。あ、今のいいな。ティロリーンっていう今のびっくりマークいいよね。サファイアボール使ってくるよね。そう、あえて誘発させました。ドンキーの後ろに煽り運転することで誘発させる。発動させるっていうね。よいしょー、そろそろ3台来そうやな。これ結構伸びるっしょ。いけるいける、うん、結構伸びる。重量級やな、ほぼ。なかなかいい感じだと思います、このキャラクター。よいしょー。さあロゼッタ来てますな。まあシングルアイテムボックスは黄金したところでやもんな。多分これテレサで取れんだろうな、このキノコは。よいしょ、ほら取られたな。俺には分かってんだよ。よいしょ、見えるぜ展開がよ。よいしょ、ナイス、トゲゾ。よいしょ、
差し切っていけ。よいしょー、なんじゃこりゃ。いやー、うますぎやな。うん、あのテレサで取られるっていうとこからもう俺の世界入っちゃってるからね、申し訳ございませんね。俺のマリオカードの世界入ってますから。3、2、1、ザ・ゴー。さあ行きましょう。このキャラクターなかなかええわ、面白い。パターンでのピンクも可愛いもんな。よいしょ、まあキノピコとか使ってもピンクなんですけどね。よいしょ、ピンクのキャラはピンクになるっていう、そういうパターテンテの仕様なんでね。あー、上から行こうかなと思ったけど、今のところで赤消し入れた。今見た赤消し、うん、赤を急にルート変更することで赤を右に行かせるっていうね、おそらく行ったと思います、そのテクニックが。うわー、やべやべ、なんてこった、こんなこった。さっきのテクニックは良かったんだが、何やるじゃねえか、コッシーめ、やるじゃねえか。コッシーとお前あれやんけ、あの椅子のコッシーやんな、青い椅子のね、え昔俺学校行く前に俺見てたからね、なんかあのサボさんとか出てくるやつ、うん、そう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 、なんか無理やり見せられとったな、なんかあれを。よいしょ、弟が見る、弟が見てたんでね、朝無理やり学校行く前見せられるっていう。よいしょ、そういうコッシー俺何回見てるからね、負けらんねえなさすがに。よいしょ、サイウルトみたいな解放入れていく。さあさあさあ、やべ、これあかんねんって、お前曲がりきれねえ。ウルトラミートアップ解放、赤消しいきましょうか。無理です。よいしょ、そんなことはできません。さあ今食らったことでショートカットがちょうど噛み合ったな。しかもミダロも10枚で、赤ゴーラはやめろよ、やめとけよ、やめとけ赤ゴーラはな。じゃあのワルピージが逃げてるから、このままじゃまずいよ、このままじゃまずい。やつを野放しするな。トゲもう一発、もしくは俺が赤赤打ち込むか。うわ、あいつ上ルートやんな。だからここでダブルは取れないんで。よいしょ、赤スルー入ったな。よし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 。だがしかしこれ駄菓子だな、駄菓子圏内入っちゃってるよな、これはっきり言って。まあ1位狙いますけどね、当然俺のプレイングっていうのは1位を狙うプレイングなんでね。あ、赤消えたんじゃない今。あー、これ無理だ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 。2位だ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 、2位残しでいい。もうやつゴールしとる、よいしょ。うん、なんかな、おかしいな、9万9000のやつなんかおかしい、なんか本物じゃなさそう。3、2、1、ザ・ゴー。さあ部屋変えました。さっきなんかね9万9999やのになんか最下位とかになってたから、多分あれな、コンピューターになっちゃってると思うんでね、うん、だからちゃんと人がおる部屋だと思います、ここは。よいしょ、さあ前々に取り付いていきましょうか。緑ゴーラをねこう見せつけて、あー、これバナナ当たるわ、ごめん、確定です。ネオクッパシーの追い込みは決まらないのでね、あんまりそのキラーとか探さずに前々取り付くわ。よいしょ、いいですね、このキャラなかなか早い。サッカーゴーラは俺に直撃していくかと思ったけど、命だけは助けられたようですね。よいしょ、よいしょ、調子こいでウルタミタをずっと貯めてたら強制的に排除された。ジャンボクス落ちます、メダルを取っていく。一回隅かけしていった、ミドルスナイプいってきます、自分に当たりそう。よいしょ、さあ2位浮上ですね、一気に。うわー、もう何なんお前、腹立つわ今の投げるモーションが腹立った、明らかにもうお前どけみたいな顔に書いてあった、お前どけっていうの顔に書いてあったからね。さあちょっとトップ離れすぎてんな、ドンキー野放しやんけ、まあ、ここ使いましょう、ほとんどサウス攻めないと負けるんで。よいしょ、あ、ドンキーおるな、でもトゲゾーおるな、トゲゾー、トゲゾーいったらトゲゾー、大外回しトゲゾーかわしてメダル取りつつ、さあトゲ回避入ったな、あれ多分ここ赤赤でいくわ。うわ、なんでやねん、なんか交換したのに交換できてなかったぞ。よいしょ、もう一発、よいしょ、さらにダメ押しでねやる気をなくさせる作戦です。よいしょ、まあここまでアイテムないから、なんで持ってんの、ありえねえし。よいしょ、バナナなすりつけた、ナイス、ワンちゃん残せ、
無理やんな、もう対戦。ありがとうございました。オッケー、スリー、ツー、ワン、ザ、ゴー。さあドーナツヘイヤーですね、行きましょう。まあこんな感じやねんけどな、ノーアイテムショートカットは。うん、こんな感じ。今ターボ消えちゃったけど、今みたいな感じやな。うん、ちょっと軌道修正しました、いつもより。今みたいな感じ。解放が遅かっただけや俺の。さあ、オッケーオッケーオッケー。いやー、まあ2位でいいよ、2位でアイテム取った方がいいの出るから、先行させてって感じかな。さあ、ウルトラ見ても出なかった。うわー、これ絶対当たるわ。俺どうしたらいい、どっちに避けたらいい。よいしょ、よーし。みんなでここで行こうかな、みんなで。あ、トゲゾー行ったぞ。あれ、悪い位置めっちゃ離れてる、やばいやばいぞ、やばいやばい。コインも取れてへんし、まあ、あんだけ離れたらいいアイテム出るやろ。俺もよいしょ、俺もいいアイテム出てくれ。悪い位置直撃してんな。オッケーオッケー、スピード感がなくなってる。多分バックスナイプ来るだろ。バンボンヘ適当投げ、あいつなんで後ろに投げなかった、普通なあ。バックスナイプやん、決まった。よいしょ、でかい、おっしゃ、刺さったぞ。俺の緑が刺さった。最後のあれうますぎんかった、あのノーアイテムショートカット、一番いいラインで入ったくね、あれ。よっしゃ、決まったな、最後は決まったな。オッケー、スリー、ツー、ワン、ズッコー。サイルラサキターズ、さあ前張りいけるかどうかですが、てか静江さんより強いんじゃね、このキャラ。結構なんか強いぞ、なかなかいいポテンシャルしてるわこのキャラ。全然人気ないけどさ、俺が多分得意なんやろな、こういう系。あの、俺結構ドンキーとかね、その悪い字苦手なんすよね、なんか曲がりきれへん。でこれ、こういう系は得意やわ、なんか中級、うん、中量級みたいな、そんな感じ。よいしょ、よいしょ。まあまあのショートカットかな、あそこもまあ難しいもんね。よいしょ、さああいつらやり合って、1位クラクション持ってんな。よしよし、結構差は縮まったな。コインの差で、コインの差でだいぶ上がってきたな俺。よいしょ、8枚あるからね。よし、オッケー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 。さあバナナダイレクトスナイプ強気やな、あんたってやつ。まああれはトゲ回避させていいやろ、あのフェイタンはトゲ回避させていいと思う。よいしょ、てか遅すぎて追いついてきちゃってんけど、回避するわ。あえて、うん、あえてゆっくりいく、あえてノーショートカットでやつ泳がせたい。はよ行ってくれ、あいつ遅い。よいしょ、もうこっち手応え持ったままやからね、4コーナー持ったままっちゃってるから俺。よいしょ、さあ行きましょう。さあアイテムは悪いが、2位のやつがクラクションなんでね。よいしょ、さあここダブルアイテム交換行こうか。さあクラクション入ったね、オッケー。さあトゲゾーンはなしやな、今のとこ今回なしか。よいしょ、よいしょ、最後曲がり切ってくれ、頼む。よっしゃー、決まった。オッケー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 、うまいこと。まあトゲトコンかったからな、それがでかいよ。ナイス、スリー、ツー、ワン、ザッコー。さあ行きましょう。最近さ、なんかあの高レートの部屋探してもさ全然当たらへんねんけど、何回もアッチしてもさ、そう、どうしても俺よりちょっとだけ低いみたいなところに当たりやすいのな。なんかレート2万とかで、多分2万台になったら掘り込まれやすいんじゃない、もしかして。まだ中途半端に2万届いてないからさ、あの部屋が変なとこ入れられるんじゃない俺。だから2万届いたら多分ね、2万とバッチできると思う。よいしょ、最近だからなんか中途半端な部屋でね走ってます。だから1位ばっか取る時もあるしな、やっぱり今回結構1位取ってるでしょ。よいしょ、
さあメダルを取っていく。今回ちょっと序盤潰されたんで、まだ違う展開が待ってるんでね。今回はここでも打開できたらマジ俺プロやな。なかなかいいと思います。ここでも打開できるようでしたら、さっきから前張りで勝ってるだけなんで。やばい、よし。さあここはシングルボックスから、うん、右に優先でいいね。右に飛び幅跳びで飛び越えていく。でキノコで切り込んで、上込み合ってるけどまあ行きますか。込み合ってても入線で、よいしょ。昨日にいいやもんな。どうしましょう。交換かな。交換やなこれ。よいしょ。交換というか保持やな。これで赤コーラ守れるし。マジで打った瞬間それかよ。よいしょ。一回ちょっとアウトから様子見ていこうか。移動すな、来るな、あいつ多分。打ってくる。打ってこないのか。打ってくる読みでキノコ1個発動してんけどな。さあ、右幅飛び。危ない、ギリギリセーフ。よしよしよし、キノコ全開放でギリギリよかった。よいしょ。危ね。あれ、トップやぞ、これ。1位やぞ。いつの間に？いつの間に1位になった。何これ。なんかおかしない。ダブルボム。うわ、でもあいつ仕留められへんぞ、ボムじゃ。ボムじゃあいつ倒せねえ。どうしよう。空中爆破狙うか。くらえ。よいしょ。いやあいつ倒さなあかん。俺には、俺にはやつを倒すという使命がある。くらいやがれ。よいしょ。 OK。 ナイス。まあこんな感じで言うとレートがな、なんかちょっと低いよな多分。だから必然的に勝つという。まあすいませんね、こういう日もある。はい、部屋変えました。レート2万とかおるんでね。これはいい部屋当たったかなと思います。こういう部屋やりたい。こういう部屋をね、よく入れてよ。うん、こういう部屋に俺入れてよ。なあ、ほんま。いつもなんか中途半端に俺より低いみたいなの多いもんね。さあ、こういう部屋でトップ取らせてくれ。こういう部屋になると逆にね、ほんまトップ取れへんからね。逆に面白いね。勝てな、急にもう一気に勝てなくなるからね。もう全然追いつけなくなるのよな。みんなが上手すぎて。それぐらいのゲームやろうぜ、やっぱり。なあ、ハイレベルのマリオカートをお見せしたい。お見せしたいし、俺もやりたいし。なんかやっぱハイレベルの方が楽しい。よいしょ。さあ、ここは、あ、まあまあまあ、インコースからノー交換かな。ここは無防備にする必要ないんでね。メダル取って。ここメダルいきます。とりあえず防御重視で、序盤はね。よいしょ。ほら、早い。みんな早い。結構。あー、俺の赤がもがれた。くそ、俺の赤。大切な赤が。よいしょ。やっぱ防御アイテムな、なしっていうのはきついからな。基本防御を携えておきたいが。これグライダー行ってもいいな。パラグライダー行こうか。ピロリーンっていうジャンプアクションいいよな。これパラグ行きますか。これあかん、バナナ当たるわ、無理。うん、これパラグライダー行ったら、あの、キノピオのバナナに当たるわ。さあ、誰かボイスチャット始めたとかいう連絡来たな。よいしょ。なんのこっちゃ知らんが。これ最後のグライダー置いとくかな、これ。そんなことしたら負けるな。もう詰めないと勝ちにないわ。よいしょ。さあ、また赤もがれたな。勝手にもおいでいきよるからな。俺が行くって言って、うわ、あいつらキノコやな。やべ。トゲゾ、うわ、二人とも回避持ってるから。やり合え。よいしょ。ここ赤か？勝ち筋は赤でいけるか？よいしょ、ごめん。うわ、マジか、最後。魚振りやったな、あいつ。そして最後の追い込みがいっぱい来た。いや、さすが、5位。強え。最後の追い込み勢がやばいな。さすがだぜ。うおー、さすがハイレベル。いいね、いいね。楽しい。スリー、ツー、ワン、ザ、ゴー。さあ、ミラーのエキサイトバイク、マッチングしてます。はい、よろしくお願いします。さあ、コインを、エキサイトバイクは直線勝負やからな。アイビスサマーダッシュっていうね、新潟で行われる1000メートルのレース、直線だけのね、競馬みたいな。そういう感じです。だからメダル、やっぱ直線でのスピードを求められるんで、メダル取った方がいいです。よいしょ。ジャンプアクション、ジャンプアクション。さらに、ジャンプアクションと。よいしょ。あれやな、しずいさんほど吹き飛ばへんな、やっぱり。しずいさんよりちょっと重いな、この人。動物もねキャラ、おそらく。よいしょ。うわ、誰じゃ、これ。ダジャレか。おら。これごめんなさい。もう、しゃあない。これはちょっときついな。展開が、えげつない展開になっちゃった。うわブーメランで俺の緑ゴールはハーフカット。浮いてててててて。好き勝手やな、ほんまお前ら。よいしょ。自分勝手でよろしいよろしい。自分勝手に行こうぜ。
わざと外回すわ。わざといいアイテム狙う。よいしょ。ダブルデバックス。おそらくスター木野さんセットを引ける距離だと思います。ですよね。スター木野さんセット。予約通り。ご注文の品が届きましたよと。ありがとうございます。ジャンプアクション入れ込んでいく。まあフル交換というよりかはシングル交換でもう一回スターを狙う形かな。よいしょ。ん、なんかなくなったぞ俺のアイテム。スター持ってんな後続。あいつがテレサ使ったんか。木野さん、とりあえず緑の消費だけ行っとくわ。よいしょ。ダブルアイテムパックス交換。よいしょ。それで適当に防御固めて、ほんまキノコ欲しかったんですけどね、出なかった。よいしょ。いてー、力抜けるかやめろそれ。力抜けたわほんま。よいしょ。やばいやばい、当てられる最後に。やばいやばい、なんじゃこれ。7位か。いや強いね。3、2、1、そこ。さあ最終レースやっていきましょう。さあ同じキャラクター、女、あのピンクの人、女、うん、同じキャラクター走ってくれてます。よいしょ。オッケー。あ、海外の人やな。海外の人違うな。海外の人じゃないな。海外の人マリオやな。あの人の名前分からへんな。あの、この人名前表示されん。あ、表示されたね。ヒタンっていう人やな。日本人の方。ヒットマン、ヒットマン、ヒットマンか、ヒットマン。さあボム兵、自主爆発。あいつ自主爆発したな。なんか何人も当たってないのに。そのまま起爆したな。おぼろい人間もんな。さあこれショートカット切っていきましょう。でちゃんと防御してるから。でブーメランが怖いのな。ブーメラン持ってる人おったはず。よいしょ。 SS 取られて先行させて。よいしょ。メダル、アウトメダル狙いましょう。ここアウトメダルいきます。4枚あるんで、ここ。これで9枚になるからね。で、ダブルアイテムボックス交換。オッケー。バックス。そして、赤ゴーラ。赤さんはちょっとごめんなさいって感じやな。で、全召喚。全消費からの小銭のに、ドンキ食らってへんのか、あいつ。お、危ね。なんとか、アイテムはないが。あ、トゲいってんな。いずれ来るかな。ノットかな。ノットイズリやな。うん、イズリなし。メダルマックス。さあ、あのワルピージが回避持ってんのかな。直撃したな、直撃したな。うん。よしよしよし、やり合ってるやり合ってる。よし、ボックス交換いきます。バックス。よいしょ、ちょっと発音し直すっていうね。ちょっと発音し直すっていう。うわ、マジで。ねえ、それはねえぜ、お前言う。キノコ、最後のショートカットで勝ちやったのに。よかったね、柔らかさんよ。雷のおかげでお前受かったな。うわ、しかも3位になったし。それではご視聴、ありがとうございました。